とこれ放送に入ってると思うので、僕実況できないんで誰か実況とかできるって方がいたらちょっとお願いしたいのですが、お願いできますか。お願いします。いつの間にか愛知県のドンみたいになっちゃってねでいつの間にこんな立場になってしまったのだと。さあじゃあまあ1回戦見ていきましょう。まあね、UTS と稼働して3日目、大変皆さん素晴らしい仕上がりを見せてくれることでしょう。さあまあね、言うて欲しいとかその辺の強さは変わってなさそうな。まあ僕ヒルダこのバージョンになってから見るの初めてなので、ゆずりはについてはね、アイコンマーク4つあるのが非常に不愉快ですねまあ簡単だったのか強くなったのかまでは僕はよく分かってないのであれですが、ここは VO を当てていく。さあ潰していって、キリが出ているが当たらなくて、こっちからピチッといって1、2、3、はいはい、さあ何でもよかったんじゃないのか。さああとちょっと射程外から先当てて、そうゆずりはが一本選手。正直ね、何が変わったのかを全然実況できないはずなのでかなり怪しくなるとは思いますが、いまだにね、キャラの技名をちゃんと覚えてないんだよね。フィルダの技名全部文鎮とかで覚えてるかと、ね、な空中当て身からの八重が出ているが当たらず、中段ガード下が3段目が当たってガードしていればがCS のゲージがフィルダに行ってそのまま1、2、3、もう1回当たらず、こっちに行って 3B で対空取ってちょっとコンボミスるが、ジャンエスカー VO を選択、強気ガードされていても何も気にしない。さあ中段ガードして跳ねなさい、ガードして次は終始1点ぬこまるヒルダペッサー、おいっぱい落ちてくる、いっぱい落ちてくる、でも目の前なんだよな全部当たらなくて、なんだなんだ、目の前で構えているがうまくサーフィンで避けて1、2、3と、はい大きい攻め、ブルーも置いてワープから微妙にカスに当たってヌーコマルヒルダ落ちて1本目取り返す。さあきちっと半角がコンボはちょっとお粗末からの 3B タイク、ちょっとミスってひどいできてるハンダが出す技がしぐさってと、なんか語りにくいね、いろいろと。まあ、シールド割れたんで、ウニって、ね、結構情報が多くてね、実況的にどこまで声に出していいのかって分かんないんだよね。格闘ゲームって大会の実況してると時間を言うのって禁止って言われてたりするじゃん。結構ウニってさ、相手のゲージもウルトラ大事だし CS の周期も大事だし、あの辺を口に出して言いたいんだけどってなってると、この辺だとそのままだとヒルダ、今のベースだと今のままだと譲りはとるけどそれ見て補正切りとか言えればいいんだけどなっていうね難しいよねって、雨あられに降ってきてるところで残り体力切られたところに波動拳刺さってヌーコマルヒルダゼロ回戦勝ち上がりと、いってらっしゃい。じゃあ1回戦次の試合いきましょう。アトリさんとモンタナさん、アトリさんモンタナさんじゃんけんしといてね。次の試合、バルドレックさんとシーラさんいらっしゃいます、いる、いらっしゃいます。じゃあじゃんけんしていただいて、次の試合これの試合終わり次第場所決めて移動していただけると、別に後ろでスタンバってる必要はないので。まあね、もうでもね、 S となって初大会とはいえ参加費17名、素晴らしい素晴らしい、うん、愛知県の環境じゃ考えらんねえよっていう、ね、本当ね、新しく顔見た人たちありがとうございます、覚えたからな顔覚えたからな。いやまあ別に俺がそもそも西尾だからね。あ、もうどんどん始めてくださいね、実況始まんないと雑談ばっかりしてるんでさあアトリさんとモンタナさん、アトリさんね結構いい感じに七瀬になってきてたので、さっき見た感じだと、うん、家庭用で頑張ってた甲斐がねようやく報われた感じがしている。それに対してモンタナ先生、
まあね、ハイドかなりね強くなったとはいえという感じなので、なんか個人的には不自由してる部分もあったけど、やっぱ強いわっていう感じの評価になってきた。さて、まあこの組み合わせ意外と語ることが難しいので、風用基準だと個人的にはハイド有利だったと思ってるんですが、 2B から 5A で空振りして潰していって、七瀬はね小技のフレームが意外と戻りが遅いのが多いので、ガトリングで戻ってくるのが結構苦手だったりするんですよね。そういうのさえなんとかなれば、投げて反対側置き攻めだけはガチンコ小足で小パンで潰して、きちっとジャンニー C という新要素を使ったコンボを入れて、低空ジャン B からアンジュで突っ込んでシールド見て割って、もう一回さあ VO は下げれない。ここでグリッドが反転する。この流れなら絶対ハイドに来るので、ハイド側が取ってブリンガー見てから打っていく。まあボルテックスとよ、なんかなんとも難しいところ。さあジャン6C当たって繋がらず、あーよくあるやつ、バックジャンプに 6B 差し込んで、あーなんでもよかったんじゃないのか。はいはい、あとお互いに体力が投げ抜けてゼロから大会放送ですね。まあああいう時は本当に絶対にミスらないコンボを選択するようにする癖をつけておくとちょっといいんですけど、まあいきなりやると言われても酷でしょう。ハイドだったらコパン 3C とかね、ああいうの絶対にミスないはずなんで、まあ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 多分いろいろあった結果なんだろうという。まあ今回 CS 権持っているのは七瀬側、スタメジャンに C から、こういう時ね CS の口出しをすごいしたかったんだけど、結果的に七瀬に来たのでよし。さあ出し切った、よくあるやつ、派生が出ないっていうのは結構ありますからね。七瀬的にバグかなんかで出ないことがある、マジで直せよって感じ。さあでもそんなんたまったもんじゃないよね。突進してってさあ置き攻め、まあ当然のように昇竜拳選択、スキャ当たるが次当たんなくて、この指導はちょっとやばいやつ。あ生きている、生きていればそれだけでいい。投げ入って置き攻めが VO 選択、さあ七瀬絶対絶命、とりあえずスキャ打ってもう一回継続、さあ VO で追っ払って、さあプラス3稼いで、もう一回稼いは当然のように見てから潰す。勝ったのはモンタナさんのハイド、おめでとうございます。次の試合、じゃあじゃんけんしていただいたバルトレクさんとシーラさんでお願いします。で次の試合、トースさんとミサスさん、じゃんけんの方先していただいて、ミツハッシーハッシーどこだ、ミツハッシーくん、あっちにいる、あトレモしてる、トレモしてるか。まあじゃんけんだけしてればいいから、三橋くんじゃんけんだけやっといて、それ終わったら試合だかんで、ね、シフトもしせず。さて出てくるのは赤月対、エルトナム。赤月ね強化項目が非常に多いと評判、まあ、B 点交段が速い、球が強いと言っても、正直なインファイトキャラならそのぐらい強くてもええんちゃうかという感じはする。さあ新要素金 B がちょっと見えましたね。バックステから電交段打って、電交段打って、アガチは本当にねフレーム周りがようやくインファイトキャラらしいフレーム周りになったので、そういう意味じゃかなり面白そうですね。さあ時間を取って、あれタイムカウントまた早い、それはない、大丈夫なはず、うん、まあタイムアップが起きてないってことはつまりそういうことで、もう結構あったね、うん、でもウニって1秒1じゃなかったっけ、早くない気のせい、気のせい、気のせい、本当に直した、直した、体感補正、
周期が確かね、1周10何秒だったはずなんですよ。これもはちょっと違うはず。平凡先生、周期ってさ、1周何秒だったっけ。13か4、今19秒だったけど。早い感じがする、早い感じがする。いや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 、あれだけ確認した末に死んでいる。本当に？なんか審議が入ってるから一回確認しようか。ポチ。さあ時間を見ていたらバルトさん実況解説する暇が何もなかったという。私とていつまでも出会った頃のようなルーキーではないのです。再び出会う。一回ちょっと呼び出しますから、ちょっと待って。あなたを一人の挑戦者とし、お相手をしましょう。あ、いや、もしかしたら時間が早いかもなと思って。ゲームオーバー。 OK でした。一度みんな疑問に思うとダメだね、止まんないね、この手のやつはね。じゃあ次の試合、トウさんと三橋さん、三橋くん、三橋くん、試合だよ。筐体の方座ってね。ふと思ったけど、これまあいいか、まあいいや。この気配ちょっと思うことがあったけど、まあいいや。この身を狙う者のなんと多いことか。さて、リンネ対三橋くん、あっと隣でゲームやってる、隣でやってる。ノーカード、ノーカード。さあ三橋くんも今回はリンネを選択。リンネ同キャラですね。今回ね、他人のステクレで遊べるの結構でかいですからね。ファーストクローズディバイド。さあ、リンネ同キャラ。赤いパカの方がトウさんですね。で、ノーマルカラーがミサシ君。リンネね、追加要素、タメ下段、飛炎の下段があるってことしか知らないので。さあ、おーっと、いい昇竜拳。無人にダッシュキャンセルがついた。使うのか、それ。まあ動いてるところを見ないことにはわからない。さあ、クーが当たって投げ抜ける。そうですね、ああいうとっさのところでやっぱグラップがきちっと入れれると全然違うので。さあ、無人から 6C6C6C ダウン取って CS 剣も倒産。なんだ、飛炎下段、あれはうざいね本当。光ってるの確認してしゃがまないといけないってことを考えると結構きついかもしれない。まあちょっとやっぱいろいろと面倒くさいのが増えてますな。さあ潰していって暴れているが、さあいいコンボ判断だったがちょっと高い長。さあクーガの打ち合い、相手より上を取った方が勝ちですかね、こういう場合は。さあうまいジャンシー、ウニです。アンダーナイトインバースなんだよな。さあ中段が相打ちして、これはきちっとテイク空白ヒット確認からの空白が 6C のバウンド使い切っていた。さあ水差しリンネコンボが怪しいぞ。さあこれはもしかしなくてもクロスベールオフというやつでしょう。あれこっち、あれ、あー最強の技が出た。さあ意外とやっぱ鬱陶しいですね。勝ったのはトースさん。じゃあレルピロピー組と、次の試合ヘホさんとリコさん、じゃんけんポンで。窮地を超えてきた。お前程度の手合いなど。ゲームオーバー。さてゴールドバーサス、バティスタ。ピロピー先生はもういい感じにやめちゃいましたね、エルトナムを。やめ、まあまあ言うてゴールド面白いからね。ゴールド暴れ回ってましたけど、アシミ以外は結構、アシミがおとなしくなって他のやつらはまあ据え置きって感じ。まあそれはそれで面白いんじゃないかっていう感じですね。弱いゴールドはあんまり見たくないんで。
あー、西指導が上がっている、マジかよ。いいんじゃない、そういうの、そういうの好きよ悪くない。さあ、でも立ち回りね、ちょっと辛い感じがしますね、やっぱさ、傘当たり、あんな珍しいことあるんだ。やっちゃった。さあ、試しがね、早いですからね、今回は。さあ、アシミ、もうここからの大きい攻め、じゃんけんポン。あっと届かない、あれで届かないのはアシミかなり優良品ですね。前みたいにかなり遠い距離からのつかみがなくなった分、ゴルド側が少し考えて接近しないといけなくなっている。置き攻めじゃんけん、小足をこする、グリムリーパーが出なかったっぽいからのゲージがないんで、グリムリーパーカスあたり位置入れ替えて、これが強いぞ。シールド割りが結構ゴルド側が前ビーに使わなくても現実的になってるのはでかいですね。さあ、ミコルセ押して、これはコンボの追加怪しい。ひたすらしゃがみに対して、あっと途中で引っかかる。まあ今のはどっちかというとレールさんのせいな気がする。一本選手しているのはピロピーゴールド、足元がオルスだから、西井からたまた同じパターン。さあ、この試合だけで3位なんでやねんな。さあ、目の前でかっこいいポーズ取って、置き攻め、通常投げ、土星を切るのを選択する、あの男がコンボができなくて、アシミ西井からジャンプキャンセルが早い。あ、なんか出してるが、ゲージがなかったんで助かって、グリムリーバード、勝ったのはピロピーゴールド。じゃあ次の試合、ヘイホーリコーさんでじゃんけんするのが、これなんていうの、上野さんとホゲさん、じゃあじゃんけんして。